チャラチャ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 ラチャ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 ラチャ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 。はい、ということでこんな感じでバター香るしらすのペペロンチーノ完成でございます。おじゃんです。いつも動画のご視聴、コメント、ご評価、本日もどうもありがとうございます。ということでめちゃくちゃね今ねお腹空いてるんですけど、まあお腹空いてるっていうことはご飯を食べようということで料理を作ろうということで、はい、まあ今日はですねちょっと先日スーパーに行ったらしらすがめっちゃたくさん入って250円で売ってて、わ、安っって思って、これはねなんかちょっとしらす系のやつ作りたいなと思ったんで、ちょっと僕がいつもよく食べてるとあるパスタを作っていこうと思います。ということで今日作っていくのはバター香るしらすのペペロンチーノ、こちらを作っていこうと思います。もうめちゃくちゃ簡単なんですけど、ちょっと普通のペペロンチーノとはちょっと一線を隠してる感じでちょっとで違う感じなんでね、もうめっちゃ美味しいんで早速作っていこうかなと思いますのでよろしくお願いします。はい、ということで早速やっていくんですけども、私ね今回はしらすをね冷凍しておきました。で冷凍すると結構しらすってねもう 2,3 日ぐらいしか持たないんで、こう真空状態で冷凍しとくとまあ1ヶ月ぐらい持つんでおすすめでございます。まあ、しらす好きなだけ用意しまして早速やっていくんですが、まずはねにんにく、まあ1食、まあ、1片か2片ぐらいね使いましょう。でにんにくをまず普通にスライスします。みじん切りでも OK。 はい、で大葉茎取りまして丸めて切る。なんとこれで準備 OK でございます。はい、でお湯事前に沸かしておきましょう。でお湯に、まあ、お塩ねたっぷり大さじ2ぐらい適当にやって、でパスタ、まあ、適当に書いてある通り茹でましょう。まあ1食だったら 100g くらいかな。沈める放置。はい、そしたらパスタソースを作っていきますけども、オリーブオイル、弱火で火をつける。まあ、オイルはねちょい多めぐらいで大丈夫ですけどもね。はい、そしたらすぐににんにくスライス入れます。で香りをいい感じに出していただきましょう。はい、でにんにくのいい感じの香りが出てきたらここにしらす入れます。割とね適当でいいです、好きなだけ入れましょう。で弱火でやってください。で冷凍のまま入れちゃってね全然大丈夫なんで。あーめっちゃいい香りしてきた。はい、でそしたらここにコンソメを小さじ1ぐらい入れます。これがねいいよこれがいいよ、これだけで美味しいもんね。もうね現実がもう背を向けてますね。でそしたらまあお玉のちょっと半分ぐらいパスタの茹で汁を入れます。これ大事、乳化っていうやつやな。はい、そしたら茹で上がるまでちょっと火を止めといて OK。 はい、そしたらパスタ茹で上がったんで、ざるとかで切らなくて全然いいんで軽くねちょっとお湯をお鍋の上で切ってからそのままぶち込みます。はい、そしたらここにバターをまあ1かけ2かけぐらい入れてそのまま混ぜます。でもうパスタの熱でねバター勝手に溶けるんで、もうそのまま混ぜながらいい感じにね、パラレルワールドだ。めっちゃ良すぎる香りがしているんだが、はい、混ざったら盛ります。パスタはねねじる感じで盛るといいです。はい、そしたらさらに最後に上からねしらすを好きなだけかけましょう。まあ調理してる間にね割ともう普通の温度に戻ってるんでいい感じでございますよと。で最後にしらすをのせると。まだまだ最後に胡椒をかけます。これはねめちゃくちゃ合います、胡椒。はい、ということでチャラチャ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 ラチャ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 ラチャ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 。はい、ということでこんな感じでバター香るしらすのペペロンチーノ完成でございます。もう食欲をねそそる香りすぎるんですけども、味もねもちろんのことちょうどいい塩味がねもうバターと相まっていい感じなんで、早速食べていこうと思います。ででん。じゃあ早速いただいていこうと思います。ということで今日はね、飲むお酒なんですけど、なんかウォーターサラーみたいな、ちょっとコンビニで売ってていつも気になってたんですけど、初めて飲みます。今日も一日お疲れ様です。ルネスワンス。飲みやす。水だ。水祭りだ。はい、ということで早速いただいていこうと思います。いつもなら絶対ね、スプーンとか使わないんですけど、なんかお上品に食べたい気分だったので、なんか使います。逆にむずい説ある。こう崩して大葉としらすをたっぷりね、こう絡めて。ではこんな感じでいただいていこうと思います。いただきます。やばい、充電がない。あー、めっちゃ美味しい。これね、もう作ってる時点から香りがいいんですけど、香りの三種の神器とも言ってもいい、にんにく、大葉、バター、もうそこにしらすが入ってるんで、もう香りがまずいいんですけど、その香りがそのままもう味としてダイレクトに来てるような感じで、もうめちゃくちゃね、もう食欲でしかない味です。で結構ね、割と爽やかな感じになってるんですけど、もういくらでも食べれるような感じの味でございますね。もう普通のペロンチーノと全然違います。このほのかに香るバターもいいし、ニンニクとの相性もいい。でも味の濃さもめちゃくちゃちょうどいい。もう本当にコンソメ小さじ1程度味付けしただけなんですけどね。あと胡椒は本当に香り付けとかあれなんで、であとはほぼしらすのあれでね出てるんですけど、しらすとバターのもちょっとね塩味かなで出てるんですけど、もうこれちょうどいい。もうしらす、でもしらすってね、いくら入れてもねしょっぱくだったりは全然しない感じあるんで、もう好きなだけやっちゃってください。マジで美味しい。これ朝出てきても全然食べれる。うまっ。ということで完食しました。ごちそうさまです。はい、ということで今日はね、バター香るしらすのペペロンチーノということでやってたんですけども、これマジでね作っていただいたら分かると思うんですけども、もうしらすのもうパスタってだけでね、もうパスタ業界の僕のランキングの中で上位に入ってくるんですけど、もうねうますぎる。もうカルボナーラが一番好きなんですけど、それともうソルぐらいんセルぐらいね、めちゃくちゃ美味しいんでおすすめでございます。本当に。で大人の方はこれね、お酒とも合うんで、ぜひランチでお酒と一緒にっていうのもいいかなと思います。もう老若男女もどの方でも喜んでいただける味のパスタだと思いますので、ぜひ作ってみてください。ということでこの動画がいいなと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いいたします。毎週動画投稿をさせていただいているので、よかったら通知登録してくださると僕が泣きます。ということでご視聴いただきましてありがとうございました。春よ、時春よ、しらす閉じればそこに